ピーク時の年商は30億ある会社だから、まあ、それなりなんだと思うんですよね。ただこのフランチャイズでどうだったかっていうと、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、これは収録日の関係でちょっと前のニュースになりますけれども、 MIG ホールディングスさんが破産というですね、ニュースがちょっと、これはフランチャイズ界隈ではね、やっぱりびっくりしたということになるんじゃないでしょうか。まあ、びっくりしたというのは、まあ、いろいろなこれ、噂を聞いている会社というか、逆に言うと何をやってるかわからない会社っていう感じがあって、ただコロナ後の2年間日経の FC ショーにね、一番目立つところにどでかいブースを出してましたんで、イメージキャラクターが彦摩呂さんなんで、彦摩呂さんもビッグサイトに来て、まあ、ブースの宣伝をしているということで、まあ、日経 FC ショーではむちゃくちゃ目立ってましたし、まあ、そうは言っても、まあ、いろんなフランチャイズを募集しているというか、有名シェフの店として提携して、その店をフランチャイズ化するという形でやってて、ただその店がそんなにできていかないし、本当にこれどうなってんだろうなというふうな、みんな思ってた会社じゃないかなというふうに思います。僕も1人2人ですね、知り合いが、1人はベンチャーリンクの人だ、元ベンチャーリンクの人だったと思いますけど、入ってて、その方のフェイスブックとかを見てるんで、まあ一応活動はしてんだなと思いながらも、なんかこう一気に、あれだけお金をかけて加盟募集してるにしては進んでいかないなというふうに思ってました。で、もともとこの会社はですね、何をやってた会社かっていうと、駅中のスイーツとか催事みたいな感じでスイーツ売ってる感じありますよね。ピーク時の年商は30億ある会社だから、まあ、それなりなんだと思うんですよね。ただこのフランチャイズでどうだったかっていうと、まあ成功は今のところはしていなかったんじゃなかろうかと。で、まあ、今のところはという言い方をしたのはですね、破産ということになったんですが、すぐにもスポンサーはつきましてですね、福井の方の通信系の、結構これは有力というのは経営力がある会社のようなんですね。すぐにこの MIG ホールディングスのこのニュースが出た時に、堀江さんだと思うんですけど、このスポンサーになる会社は結構力あるよというようなことをパッとツイートされてたのを見ましたんで、僕はよく知らないんですけれども、それなりに経営力のある会社がこの MIG の新しいスポンサーになったということなんですね。となれば、別にこれフランチャイズ事業をね、やめちゃってるわけじゃないですから、まあ、これからこの力がある会社がお金を入れて、社員さんたちもね、これ辞めてないようですから、一部は辞めたのかもしれませんけど、当然今の事業を継続していくということで、このスポンサーになっていると思うんで、力のある会社、オールコネクト社っていうんですかね、福井が本社ですね、これね。僕は知らないですけども、知ってる方は福井が本社だから、かえって目立って有名なのかもしれません。まあ、ここの会社が買って、いかにこの改革をしていくかっていう感じですね。まあ、ただ、やっぱりこういうニュースが出ちゃうとですね、やっぱりフランチャイズっていうのはいい加減なところが多いねというふうに言われてしまうのは本当に残念なことではあるんですけど、このフランチャイズチャンネルを見てる方からしたらですね、ちょっとなというふうに思ってた会社だと思うんですよね。まあそういう匂いは感じる展開だったと思うんですよ。言い方はちょっと悪いですけど、まさにハリボテのような FC 展開だったと僕は思いますね。大きく騙された人がいるっていうふうにも思えない。まあ何件かね、相談を受けたことはあるんです、加盟検討してる人からですね。ただ僕が受けた相談はですね、みんなね、おそらく加盟してないと思うんですよね。あんまりいい印象がなかったんですけど、でも、まあ、これだけ有名なんでどうでしょうかみたいな質問が多くて、あとは試食をしたらあんまりうまくなかったみたいなのが何件 2,3 人いたと思うんですけど、そういう感じであんまり加盟の開発もうまくいってなかったんだと思うんですよね。だからそんなに被害者はいないのではないかと推測はされますけどね。ただやっぱりちょっとこのハリボテ的に見えてて、まあ、中身もそんな感じじゃなかったのかなと思いますね。まあ、M から始まるアルファベット3文字をというとね、一昨年ですかね、 MJG 接骨院というのが、まあ、フランチャイズ、こちらはね結構かなり展開して、被害者も結構いてみたいな感じで潰れましたけども、まあ、この M から始まるカタカナ3文字っていうのはちょっと縁起があまり良くないなと思ったりします。まあ、今日はこんなところで。